ワナカ湖の天下による。ワナカは湖南部のロイス湾に位置する町の名前でもある。ワナカ湖ワナカ湖の市ワナカ湖はニュージーランドの南東オタゴ地方の中心部にある。町は代表河が湖の両岸を削った入り江に位置し、マウントアスパイアリング国立公園の玄関口となる。自然のままで美しいハウェア湖が車で15分の距離にあり、また、辺境の町。 マカロラが、ウェストコーストの氷河地帯を前にした、最終地点である。南には、カードローナ渓谷があり、近郊のクイーンズタウンへ至る、眺めの良い山岳ルートを提供する。遠く南東のクルーサ川とハワア湖が見える。湖の最長範囲はほぼ南北に沿い、長さ4 5トル幅6トル最大幅となる場所は、南端で1 0トルである。湖の西岸は、 海抜2000メートル以上の広報が並んでいる。東岸沿いも同様であるが、山々の頂は、やや低い。罠は1万年以上前の最後の氷期の間に氷河の侵食によって形成された、有事国に位置している。湖水は、マトキトキ川とマカロラ川によって供給され、ダブリン湾より流れ出るクルーサ川の源流となる。近隣のハウェア湖は東へ8キロメートル。 近くの氷河によって削られた平行する谷に位置する。最も近い地点では、それらの湖はわずか1000メートル離れるに過ぎない。湖には、南端の罠かの町に近いルビー島や、スティーブンソンズ島モータプ島モーアホ島など小さな島が見られ、そのいくつかが現在、生態保護区となっており、例えばスティーブンソンズ島の場合、ニュージーランドクイナが生息する。また、 湖の周りで唯一平坦な土地が、クルーサ川への流れを囲んで見られる。ワナカやアルバートタウンの街はここに位置する。曇りの日のワナカコワナカコの気候は温暖で、1月の1日の平均最高気温は摂氏26.1度、7月は摂氏10.1度、1月の最低気温は摂氏1.4度、6月がマイナス摂氏8.2度。 湖の平均年間降水量は6 8 2ト、mm、ルで、間近のフィヨルドランドや、ウェストコースト地方の降水量をはるかに下回る。風は、通常、北西から吹く。マオリの伝承によれば、ワナカ湖やハウェア湖は、祖先ラカイハウツの隙によって屈作されたと言われる。マオリは長くその存在を知っていたが、この湖に到達した。 最初のヨーロッパ人は1853年のナザニエル・チャーマーズであったとされる。彼は二人のマオリを伴い、サウスランド地方のツツラウからカワラウ川を経由して湖まで歩き、その後イカダでオリクルーサに戻った。また1859年頃、その地域の新しい地図を作成していた他の探検家がマカロラ渓谷でマオリの村の跡を発見した。 1861年頃、いくつかの新しい牧羊場が湖の南端周辺に開かれ、1862年には湖自体がホ鯨ーボートで調査された。初期のヨーロッパ名はペンブローク湖であった。わなか湖の風景。ありがとうございます。